何なの？お姉ちゃんが怪異になんて、どうして？さっきの国防軍の連中が何かを知ってるはず。どんな手を使ってでも話を聞き出さないと。この程度か。痛いわよ。どこへ行く？作戦行動中に勝手な真似はするな。話して！抵抗しても無駄だ。貴様の力では俺には勝てん。こういう時
すぐに冷静になれるのはさすがだな。なぜ邪魔をするの？貴様のためだ。そしてナオミのためでもある。姉がどうなったか知っているのね。怪異化した。もはや元に戻すことはかなわん。今のままではな。あなた何を知っているの？俺が知っているのは、ナオミを人間に戻すためには奴らにナオミを委ねるしかないということだ。何が起きたかも分かっていないのに、あなたの話を信じろと？何が起きたか分からないのに俺の話を疑うか。だがここでナオミを取り戻しても怪異として殺されるだけだということぐらい貴様にも分かるだろう。姉をあんな得体の知れない連中に預けて本当に大丈夫なの？あれは国防軍のセイラン駐留部隊だ。奴らはナオミを殺しはしない。それは保証する。だがなぜ殺さないのかについては今は聞くな。そしてナオミが怪異化したこの一連の事件を海抜軍の上層部に報告するのはやめろ。決して誰にも口外するな。でないとナオミだけでなく貴様の存在も保証できなくなる。私を殺すということ？お前を殺しはしないだろうさ。奴らはな、迎えが来たようだ。せいぜいよく考えて行動するんだな。ニューヒムカの連中を信用するな。足元を救われるぞ。そうそう、この先でシデンが救援信号を出している。助けてやるといい。カレン連隊長。ユイトに幻魔か。そこのジャジャ馬のことは任せたぞ。俺は部隊を立て直すために前線へ戻る。了解。カサネ、ナオミは？あなたたちは全てを見たんだから話しても構わないわね。セイランの駐留軍に連れて行かれたわ。さっきの車もセイラン駐留軍のものだったのか？ええ。何かがおかしいぞ。今回のことを吹雪連隊長に報告したら口外しないように言われた。カサネにも口止めしろって。カレン連隊長も同じことを言っていたわ。なぜ口止めするの？海抜軍は何かを隠しているってこと？わからない。それが俺たちを守ることになるって吹雪連隊長は言ってたけど。それからこれを見てくれ。これもセイラン駐留軍が落としたものみたいなんだ。これ子供の頃家で見たことがあるわ。吹雪連隊長の話だと一時的に超能力を高める強化剤だって。回収されそうになったけど2本だけ手元に残しておいた。いい判断だわ。それにしてもどうしてそんなものが家にあったのかしら。ランドール家は兵器の開発が中心で製薬関係はスプリング製薬と提携を結んでいるぐらいのはずだけど。このアンプルのことも機密事項として口止めされた。海抜軍の上はこのアンプルのことを知っているみたいだ。スプリング製薬というのは吹雪連隊長の実家だったな。連隊長はその関係で知っていたのかもしれないが。ニューヒムカを信用するな。え、それはどういう意味だ？カレンが言っていたの。私にも詳しいことはよくわからない。このアンプルが本当にセイランのものなら、ランドールやスプリングはセイラン氏と組んでいる。だから何だと言われても答えは出ないけれど、カレンたちの言う通り、今回のことはあまり口外せず私たちだけで探った方がいいのかもしれないわ。そのアンプル、かなり重要なもののようだ。他の人間に知られないように隠しておいた方がいいだろう。だったらバッキーちゃんの中にアンプルを隠しておくよ。え？裁縫が得意だとは思わなかったわ。子供の頃から自分のことは自分でやるように言われていたからね。はい、これ2つあるけど誰が持つ？俺はごめんコウムル、
お前たちで持っているといい。バッキーちゃん、お姉ちゃんだったらすごく喜んだだろうな。カサネ、ナオミのことごめん。あのカイがナオミだってことは分かっていたけど、俺怖くて戦うしかないって。やめて。私はナオミを取り戻す。今後その邪魔さえしなければそれでいい。綺麗事かもしれないけど、俺だって助けられるなら助けたいと思うよ。綺麗事ね。でもありがとう。おお、つぐみちゃん、ナイスよ。みんな迎えに来てやったぜ。あれ、ナオミちゃんは一緒じゃねえの？どうしたの、ユイト？いや、後で話す。あの、ナギは？それに瀬戸隊長や花火も。ナギは前線本部で救護班に預けた。隊長も花火ちゃんもピンピンしてるぜ。お前らのことを心配してるから早くここを出ようよ。いえ、ユイトたちは先に脱出して。この先に試練がいるらしいの。拾って帰るわ。なら俺も一緒に行こう。この作戦が終わるまではこんな俺でも強化隊の隊長代理だからな。うん、分かった。気をつけて。カズネ、大丈夫か？ナオミにあんなことがあって、お前も普通の精神状態ではないだろう。私は大丈夫よ。とにかく一刻も早くお姉ちゃんを助け出さないと。今考えてるのはそれだけ。やっと見つけたぞ、シデン。怪我はしていないようだな。当たり前だ。それに僕が迷子みたいな言い方をするな。似たようなものでしょ。貴様、さあもう帰りましょう。帰るのはいいが、ナオミはどうした？この辺りでナオミらしき反応があったが。ナオミなら戦死したわ。何？重ね。こう報告するしかないでしょ。そうだな。おい、本当に戦死したのか？その割にはこの冷血女が冷血すぎるぞ。嘘を言っても仕方ないでしょ。ナオミは死んだのよ。強化招待を預かっていたのは俺だ。俺が未熟であったばかりにナオミを死なせた。それは違う。あれは、とにかくそれは違う。いや、違わない。言葉で足りるとは思わないが、申し訳なかった。あら大変。お姉ちゃんを失ってさぞ悲しいでしょうね。小玉、何の用だ？負傷者の捜索か？何よ、裏切り者のクソ試練。私がそんな地味な仕事するわけないでしょ。そうね、まあ理由なんて何でもいいけど、とりあえず怪異にやられたってことにしようかしら。うん、それがいいわ。さーて、し、ん、てサクッと殺してあげる。いきなりどういうつもり？あら
おしゃべりなんかしてる余裕あるの？それなら、もっとぐいぐい行っちゃうわよ。もらっていくわよ。確信しておくぞ。相変わらず理解不能な女だな。本気で僕らとやり合うつもりなのか。裏切り者がずいぶん偉そうだもん。相変わらずの悪い子ちゃんね。知ってる。黙れ。このふざけた物言いを聞いてるだけで無地図が走る。ありがたく思え。カサネ、ふわふわと漂っているそいつには近寄るなよ。食らうと面倒なことになる。排除する。まだよ。僕に任せればいいもの。危なかったわ。やるじゃない。どういうつもりだ。何のためにこんな真似をする。うん、まあこっちにもいろいろ事情があるのよ。さーて、それじゃあ小玉様本気の第二ラウンド行っちゃおうかしら。そこまでだ。まだ今作戦は終了していない。勝手な行動は慎め、小玉。吹雪様。小玉、今回の件は僕が処理する。勝手なことはしなくていい。はーい、わかりました。玄馬、シデル、それに重ね、腹も立つだろうが、ここは僕の顔を立てて小玉を許してくれないか。別に構いません。特に腹も立てていませんから。重ねちゃんって優しい。吹雪連隊長の意を狩るメギツネが。玄馬、君もいいかな。承知しました。それじゃあ僕らは前線本部に戻る。君たちはいろいろと衝撃も大きかっただろうから、ここで離脱して休息を取るといい。さて、引き上げるか。とはいえ、周防に直接戻るには体力的にも厳しいな。アジトによるのか。ああ、おそらく強化隊長もそうしているはずだ。三人とも無事だったのね。よかった。今回は大変な作戦になったから。いえ、よかったとは言えないわね。吹雪連隊長から聞いたわ。ナオミが
亡くなったって。はい。くそ、怪異のやつ。カサネ、ごめんなさい。これは私たち上官の失態だわ。あんなにいい子が犠牲になったなんて。いえ、姉も海抜軍の一員として働いた結果ですから。ナオミお姉ちゃんは生きてる。カレンの言葉を信じるなら、カレンが何を考えているのかわからない。でも今はあいつにお姉ちゃんを託すしかない。待っていて、お姉ちゃん。私必ずお姉ちゃんに会いに行くわ。